はい、皆様こんにちは、こんばんは。ここはね、はいはい、明石庵っていうとこ、石岡ね、あのね、和風です。はい、ここはあのね、そば、うどん、天丼です。はい、メニュー紹介しますね。なんかお品書きって書いてなくて、ここにね、4月エイプリルの予定がありますね。ね、表面がこんな感じ。はい、定休日、月曜日。ね、定休日のほかに8日、金曜日お休みです。もう4月2日ですから今。ね、4月8日ね。はい、で、ここね、インスタグラムもやってるって書いてあるね。はい。はい、ここね、はい、温かいそば、うどん、はい、ずらーっと下行きますね。まずね、こっち、かけ、きつね、たぬき、きしめん、つくね、わかめ、きのこ、なめこ、納豆、山かけ、山菜、鶏そば、ね、こっち、いろいろありますから、南蛮、ね、カレー南蛮も、力うどんも、おかめ？おかめって何入ってんだ？おかめちゃんか？なんじゃと。各種50円増しで、きしめに変更いたしますだって。で、まだちょっと上行きますね。はい。うどんは、茹で時間20分ほどいただきますだって。あ、うどんか。そっか、うどんもあんだね。はい、天ぷらそば。何年、そう、野菜、天そば、天とじ。ね、かぼ鍋、うどん。鍋焼きうどんもあんだね。ね、美味しそうですね。おかめってこれだって、なんだっすね、これね、ナルトとかネギ、なんだろうこれね、かまぼこ入ってますね。おかめだ、おかめ、納豆のおかめ、これなんだ、かき玉ね、かき玉、ずいぶんこの下だね。はい、かき玉うどん、これも美味しそうですね。はい、そうです、カレー南蛮きしめん900円でね、たぬききしめん750円、そばうどん大盛りは、そばうどん大盛りは150円増し。はい、こっちね、冷たいそばうどんね、盛りざる、とろろ、もやし納豆、山菜、あったかいバージョンの冷えたバージョンです当たり前で。はい、しかし50円できしめん、きし盛りだって、天ざるきしめん、あら、あなたこれでよかったんじゃない、天ざるきしめんまあね、ね、きしめんになって、天ざるきしめんだって。ほら、こういうのも面白いね。こっちがね、天ざる。あ、美味しそう。はーい。これが、冷やし納豆。納豆は普段食べてるからいいかな。つけ汁、そばうどん、鴨せいろ、鶏せいろ、肉せいろ。ね。はい。で、ここね、ご飯物。これ頼みましたら、ね、セットだから。ね、丼物にはお味噌汁、バターは、温そば、冷そば、つけ、温そばにしましたね。ちょっと超ピヤッとするね。カツ丼ね、はい、天玉丼、これね、はい、卵丼、肉丼、カレー丼、親子丼、並丼、カツ丼、並丼、天丼、並、うん、天丼並っていうのがエビ1本と野菜、天丼上、エビ2本と野菜か、そっか、200円、250円プラス、野菜天丼もいいね。エビ丼、エビ丼、天玉丼、カレーライスマンだカツカレー、だから昨日そば食べたんだっていう人はカレーライス食べるといいかもね。はい、ご飯物大盛りは100円増しね、天玉丼。はい、メニューのご紹介でした。はい、2022年4月2日です。今日はね、衣装とこっちね、厨房ね、あんまり映しちゃったる、ね、後ろにね、テーブル席がね、いっぱいありますんで、はい、はい、お茶が出ましたね、ありがたいですね、あったかいのね。はい、一旦終わり。